わかる。スッと見える時ね。誰か教えて。はい、皆さんこんにちは、アジプレイ。こんにちは、アジプレイ。今日は白 T シャツで。おそろい。若々しくお送りしてます。はい、ここもピンク。はい、今日なんですけど、皆さん無駄な動きしてない？無駄？うん、無駄な動き。普段で踊ってて無駄な動き？まあ、いろんな部位を、ね、説明今までもしてきたんですけど、今日はハンドモーション、はい、うーんの無駄な動きについて説明していきたいと思います。ハンドモーションで無駄。はい、じゃあちょっと見てみて。はい、あまりにもこう羽が大きかったり、持っていく時のそのワンっていうのがわかるイメージ、ふにゃふにゃ、結局何が言いたいのって私は思うし、心からっていう時にふにゃふにゃって言ったらね、そうなのよ、で前回キメを言ったんですけど、キメにもちょっと似てるかなと思うんですけど、持っていく、決める前の腕の動き、これなんですよね、言いたいのは、普通に手のレーバーつけてるんですよ。A1 じゃなくて、こうふわっと。あ、ふわっと。そういうこと、そういうこと、そういうこと。ここは、そう。必要。必要よ。ここは。A1。ここに結構力がいるんだよね。力が入って、そうです。この動きが結構形を作っていくの、二の腕の動きが。そう。1、2、3。こうじゃなくて、スーッと。そうです。スーッと。これも次斜めですね。パッっていかないで、押さえて斜め。1、2、3。押さえて斜め。そうです。2、3。押さえてふわ。押さえて。そうです。ふわ。しっかり伸ばしてパン。そのままつなげて。コイン。投げて胸出す出す出す、そうどう、これね結構ね多いのよ、ロケラにでもちょっともうちょっと力入れてみたいな、わかるわかる、なんか胸出すっていうのがすごい尾ひれがついつくんだね、はいはい、それ横向きで見てください、ふにゃふにゃと、ふにゃふにゃ、ここを見たい、この二の腕のあれ、何よ、あ、分かった分かった、え、触ったよ、変わったね、なんで自分やんないくせにさそうやって人にはそういうできないくせに、ふにゃふにゃ、1、2、3、ブランコみたいな動きかな、ここがね、あの肘を固定してますかってなんか以前やった気がするんですけど、それとね、それなんですけど、こうブランコみたいな動きでこうつなげていきます、それが止まらない止まらない、ここがフラの難しいところなんですけど、いいして、ある程度場所行ったらすぐこう戻して、二の腕が先にこう動く動き、二の腕ね、そうです、二の腕使うと細くなるんだよね、使ってると細くなるんだよね、本当だよね、そうなんです、どうです皆さん、羽が多い人、振りが終わったらその後安心しちゃう人、で次にワンと行く人、これはお客様の流れをしっかり見てる中で必要のない動きだと思うんだよね、みたいな感じかな、はい、ちょっと
上での手の動き、これもすごく大事で、こう分かるけどね。うん、どうかな。でも全然違う。本当？なんかこうやって踊り、手の体操みたい、こんななって。それはこうビッ。そう、ね、そう。結局モーションに行く前のここの動きね。うん、モーションに行く前の、本当はこうやりたい。例えばね、今だったらこうやりたいんですよ。なんでここのここに行く前の持ってき方、二の腕の持ってき方、運び方、これについての注意点です。はい。どうでしょう。やってた？結構ね、皆さんね、と、こういうふうに入ったりとかしたらよくわかんない。スッと入っていく。ね、あ、全然ここ動いてない。うん。で、うん、はい。スッと入っていく。で、次に持っていくときは全部こうなんかこういうふうにふわっとする。くちゃっとなっていく。これがいかがでしょうか。これで教室でスタイルがあると思うんで、同じスタイルの人だけ真似していただければと思うんですけど、スッと見える。スッと見える。そうなんだね。スッと見える。スッと見えますね。これは右の腕。ああ、それが無駄なの前の。そういうこと。そういうこと。決める振りを覚えた。そしたら流れ、腕をどうやって持っていくのか。これもね、何度も言うんだけど、先生のね、ここの使い方ぜひ見てくださいね。これはここから合わせるの。ここを合わせる。1、2、3、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 
見えちゃうんだね、うん、なんで落ち着いて次のモーション行きたいんで、うん、準備をしていきましょう。胸出す、はい、準備、えーん、そうです、2、3、準備、えーん、1、2、3、準備、1、2、3、準備、1、2、3、1、2、3、準備、1、2、3、どうですか。シンプルの方がすっごい綺麗ですね。本当腕の本当、うん、そう、変な飾りについてね、そうそうそう、飾りな余計な飾りね、うん、そう、これがね、ちょっともったいないと思ったんで言いました。はい、いかがでしょうか、皆さん、うん、飾り、結構これ多いかな。ふな、うん、さんとかちょっとね、ここがね、きつくなってきたら、ちょっと低い位置でもいいんで、とにかくこう、つなげるフラ、つなげるフラ、うん、私はこう、低い位置でもいいんで、うん、しっかりこう、なんていうの、こういう気じゃなくてね、ここにちょっと力を入れて、下げていいんで、やってみてくださいっていう指導をさせていただいてます。うん、皆さんどうですかね。皆さんまだ若いからね、感じやからね、ここまでやってほしいですよね。この前の段階、はい、なんで、フラってさ、音楽鳴り始めたら、もう手抜けないよね、腕の力。あ、本当ですね、ここでビシビシですね。そう、なのになぜ太い、なんで太いかな、誰か教えて、わかんない、そう、っていうことだよね。その前の段階から綺麗に二の腕でつなげていく。はい、そう、パッて跳ねない。あ、そうか、跳ねないね、そうなんです、二の腕、二の腕で丁寧に持っていく。そう、これをね、ぜひね、ブランコのように、そうだね、つなげてね、はい、そう、つなげるっていう意味ね、はい、うん、ぜひね、皆さんも今日からそのずっとそれで意識してね、始めていただければと思います。ありがとうございました。二のブラン、すんごい太い、横からね。こちらのチャンネルではフラダンスのステップや振り付け、楽しいコンテンツをたくさんご紹介しています。高評価、チャンネル登録よろしくね。インスタグラム、 LINE アットは概要欄から登録してね。